もうさてプレミアムをご覧いただきありがとうございます。テレビ東京の豊島晋作です。 えもうさてプレミアムではいつも日本株やアメリカ株、為替、そして債券投資などの投資情報をお伝えしていますけれども、今回はですね少し視点を変えて、もっと広い視野でですね資産をどう築いていくのか、あるいは株式投資で得た資産をですねどう守っていくのかという点にですね絞ってお伝えしたいと思います。特にですね税金に対してどう対策していくか向き合っていくのか、そしてですね富裕層と呼ばれる人たちがまやっていること、まあ資産計 平成の習慣などもテーマにですね。今回は億万長者に学ぶ資産形成としてトークをお伝えしていきたいと思います今回トークでお伝えする内容はこちらです。富裕層とお金への向き合い方、そして他人事ではない。相続問題、そして増税への備えはと実はですね。税制が増与税、相続税などの税制がですね。来年から大きく変わります。 タワマンに対する課税強化なんかも言われていますがこのです、ね、大きな税制の変更にどう対応していくべきなのか年内にできることはあるのかなども含めてお話をしていきたいと思いますそして富裕層と投資というテーマについてもゲストをです、ね、招いてお話ししていけばと思っております。 えー、もうさてプレミアム会員の方はです、ねまあ、株式投資などの利益をです、ねまあ、得ていらっしゃる方も多いと思うんですけれどもやはり関係する方、相当多いあの自分は関係しないと思っている方でも結構関係している方が多いということで今回は「モーサテプレミアム」特別コンテンツでお届けしていきたいと思いますででははゲストはこの方です。 えー、元国税専門家の小林義孝さんです小林さんは元国税専門家で多くの富裕層、特に長年です、ね、1億円超の資産を持つ方々などの税務調査などにも当たられて、まあ、大勢の富裕層とやり取りされた経験をもとにです、ね、こちらの本、えー、あなたの隣の億万長者、えー、富裕層に学んだ一生お金に困らない29の習慣を今年出版されていまますす小林さん今日はよよろろししししくくおお願願いいいたします。 小林さんこちらの方は結構売れてるんですか、最近そうですね、今年の2月に発売したんですが、現状、紙の本で2万6000本、もともと資産形成ということに関して、小林さん自身も関心が高かったということですか。 まあ、そうですね私があの東京国税局の中であの資産課税担当ということで、まあ、相続税とか、えー、不動産や株取引なんかのい,いわばその資産家の方にかかる税金の担当だったんですね、はい、でそこを通じていろいろ学んだことがあったのでそれをちょっと本に書かせていたただきました、うんまあ、私自身は、まあ、母子家庭に育ったんですけれどもあの、まあ、大学時代に奨、ま、学、あ、金をたくさん抱えちゃったんですね。 当時はその奨学金がその借金という意識は全くなくて使えるものであればもう使っちゃおうということで <laughs> もう最大限申請したら、まあ、その卒業する頃にはその1000万円ぐらい返さなければいけない状態になってしまってもともとおいくらだったんですか奨学金そのの借りてた分というのは,は月16万円の4年間なので大体700万800万ぐらいです、ね、それが利息がついて1000万ぐらいになったということで,です、ねまあ、利息だけでやっぱ300万円とかそのぐらいかかってきたわけですね。 あまあそうですねだから月4万円を20年かけて返しなさいという、うん、条件でしたねなるほどそして国税局国税にいらっしゃったということで、はい、あの国税というとですねいわゆる国税局査察部というんですかね、はい、丸さという方もやっぱ同僚でででいたんすすかそうですねやはりあの丸さというのはいわゆる査察部という国税局の中にある部署なんですけれどもその部署に入りたくて。 あの国税入ったっていう人も何人かいましてまあ私の同期の女性なんかもまあ映画の「丸るサの女」を見てああいう仕事をしてみたいということであの民間から転職していらっしゃってでもずっと査察にもう10年以上勤めてるんじゃないかなとやっぱどうなんですかガッツがあるというかそういう人ってやっぱ違うんですかエリートが選ばれるとかそういうことなんですかそうですね優秀な人が選ばれるっていうのもあるんですけれどもやっぱりガッツがあるっていうのも大事でまあちなみにその同期の女性の方は確かその自分の結婚式の日も仕事してましたね午前中は査察の仕事をして午後から。 だサいで行って午後結婚式みたいなそうなんですけど、はい、そうして丸さっていう言葉はに国税局の方も使うんですか、はい もともとは隠語っていろいろありまして、査察部のことを丸さって言ってたんですけれども、やっぱりあの映画が出てからもう一般の方に広まりすぎたので、今、あんまり丸さって言ってなくてです、ね、す一般の人広まりすぎたから <laughs> そうですね、だから庁舎の中で、まあ、9回とか10回とか、査察部が閉めてるフロアがあるので、<あ> <laughs> その回数であの<ー>伝えたりとありますね業界用語あるんですか、ほかにも、そ,の国税専門家ならそうですね、私みたいな資産課税担当だと、あの3、 3って言いますし、えー、個人課税担当だとところって言ったりところまあこれは3ってのは資産の3そうですね個人課税はところそうですねで所,得所得の所所得の所地方によっても違うみたいですけど、ね、東京局はそんな感じでしたねあそうなんですねで当然脱税しようとする人とも対峙してきたとそうですね まあやっぱりその税務調査も何回かあの特に相続税の調査を担当しましたので時にはその財産隠しですね相続財産を意図的に隠して脱税するという方がまあやっぱりいましたからその調査もやりました、うん、こちらの本にも結構それも生々しい部分も書いてあったりするんですけれどもどういったやり取りになるんですか雑税しようとする人をこう追いいい詰めていくみたいなまあ相続税の場合はあのまあお金を稼いだご本人は亡くなっているので。 あの私は知りませんとい言い逃れができるんですよね。はい、まああの死んだお父さんが勝手にやったことだから私はわかりませんっていうふうに言ってくるんですけれども、やっぱりいろいろ調べてるといやそのお父さんがやったんじゃなくてあなたが相続税逃れのためにやったんですよねっていう状況がだんだん出てくるのでそれで詰めていくっていうことありましたね。具体的には税逃れのために何をしているんですか皆さん。はい。そうですねよくあるのはその亡くなる直前の出勤ですね。はい、そのまあ。 相続税というのはなくなった時点の財産に対してかかってくる税金ですから、はい、その財産をいかに減らすかということで、うん、まあ預金に例えば1億円ぐらいお金があればそれから引き出して隠しておこうというインセンティブが1億円あるとそのままそこに相続税がどんとパーセ55%ぐらいかかってくるんですかねででちょっと話をしますすそうですね遺産の場合によっては、はい、それをまあ減らして例えば5000万ぐらいにすると税金もっと安くなってくる、まあ、か払う税金安くなってくる、はい、だから親の口座から勝手にこう引き出すみたいなこともあったんですかそうですね でやはりただその引き出しって今、上限がありますから、はい、なかなかいっぺんに5000万円引き出すみたいなことはできないんですよねすだから ATM でちょこちょこ、まあ、毎日100万円ずつ抜いて、はい、あの自分の隠し口座に入れてたみたいなケースは見ましたねその人はどうなっったんですか結局まあその人はやっぱりその最終的にはその脱税を認めて、はい、あの意図的に相続税逃れのためにやりましたってことで、まあ自白されたので重加算税というまあ一番重たいペナルティーが何百万何千万ぐらいだと重加算税で刑務所には行かなくてよい。 そうですね。あの税金が増えるっていう。増える、基本的には重加産税のケースが多い。はい。あまりにも重大だと刑務所とかになるんですか?。まあ、そうですね。特にあの重大なケースになると、それこそ査察部が、あ,<ー>あの、単独する。<の> 令状を取ってあの調査をして最終的に刑事告発するという流れにいきますね。はいはい、ということで今回、そんな小林さんにです、ね、税制についても伺っていくんですけれども、まあ、やはり税制を知ってです、ねまあ、ちゃんとしたあの合法な範囲で適切な対策をどう取っていくかという話特に来年からは相続税、贈与税に関しては大きな変更が起こるということでこれ,あの、まあ、これからです、ね、資産を築こうとしているすで、まあ、にある程度の資産がある方にとってもあの相当、影響はあると思うんですが実際、これ今来年の改正の影響っていうのは大きいんですか そうですね特にその生前贈与に関してはすごくルールは大きく変わるので、うん、まあ今年やるか来年やるかでちょっととやり方変えないといけないいいけ相続税とか、ね、いろんな生前贈与とか考えると、まあ、お金持ちの話だろうって結構、みんな他人事じゃないかと考えるんですけれども私も,もう基本的にそう思ってました今回のこのトークセッションの準備するまではしかし結構、そうでもない自分は関係ないと思っている人がいるけれどもそうではやっぱないんですねそうですね。 やっぱりあの相続税がかかる人っていうのが近年急速に増えていますからね。実際相続税どのぐらいの人が払ってるか税率も合わせてちょっと見てみましょう。こちらはい、七人に一人これ東京国税局管内だとそのぐらいの人が払ってるということなんですね。そうですね。まあ全国にすると十一人に一人ぐらいなんですけど、うん、やはり東京管内はあの資産家が多いのでこういう割合になってますね。 これはもういろんな控除とかもあるので、まあ、簡単には入れないんですけど基本的にはこの税率がかかってくるという話この話、ですね実はこの後詳しくまたちょっとしていくんですけれどもこの相続税の問題、やっぱりそして遺産相続の問題もかなり出てくるで遺産相続の問題もこれ正直多くの人が自分は関係ないよと思っている方がいらっしゃる、うん、けどそうではない。そそうですね、はい、やはりのの裁判所統計なんかを見ているとあの まあ億万長者だけじゃなくて数百万円くらいのレベルでもやっぱりその相続遺産争いってかなりたくさん起きているのでなので一言ではないというかまあ相続税かかるかからないと遺産争いするかしないかとまた全然別の話なので相続税かからないレベルの資産の方でもやっぱりその遺産争い起きる可能性があるというのはしかもこれ,あのこれ小林さんの本にも書いてあるんですけれども、はい、あの遺産争いというのはこれ富裕層よりもむしろこれ一般の家庭に近いところが多いんだと。 これそうですねこれは統計上を見てもあのこういう形で1億円超えだと全体7%なんだけれども5000万以下だと全体の約77%ということで、まあ、やっぱりその、まあ、億万長者と言われる資産家の方たちって、まあ、かなり早い段階から相続対策をしてるんですよねやはり弁護士さんや税理士さんを入れて相続税対策もしてますしあとはまあ家族があの、まあ、わだかまりがないようにこういうふうに分けた方がいいんじゃないかみたいなあのプランニングができているのでただ そうではない一般の家庭だと、もういざ相続が始まった後にじゃあどうどうやって分けようかって話になりますから、はいはい、そこでやっぱり私はいい関係ないとそれまで思ってて、いきなり亡くなる死に、はい、誰かが死んで親が死んで、はい、慌ててやってしまうこれ逆に言葉悪いですけどちょっと中途半端な金持ちの方がというか中途半端な資産状況の方がこういう争いになりやすいという。そうですね。なるほどですね。はい ということなんですけれども、まあ、このですね、実は本にも書いてあるんですけれども。割とちょっと資産は、まあ、ある程度あって、まあ、それがお金の管理がしかもできてない。人が割と揉めてくる。 はい、でも富裕層は違うと、まあ、さっきおっしゃった、ねはい、税理士さん、弁護士さん入れるというのはあると思うんですけどそもそも富裕層の習慣としてやっぱりもめないようなお金の管理日頃からちゃんとしている,るというところはまあ私は相続税調査をやって最初にちょっと驚いたところだったんですけど、はい、やっぱり相続税ってお金を稼いだご本人が亡くなってご家族にお話を聞くので、まあそ,まあ、そんなに詳しい話聞けないんじゃないかなと思って臨むんですけれども。 聞くとまあ、お金管理されてるんですよね。まあ、大体世代的にまあ、お父さんがバリバリ仕事をして、お母さんが家庭を守ってたみたいなタイプが多かったんですけれども、まあ、お母さんの方がまあ、お父さんの稼いだお金の管理をしていて、まあ、どこに何のお金を使ったかとかをまあ、答えられる状態になっていたんですよね。共有してる家族とシェアしてるってことなんですね。そうですね。これは私がまライターとしていろんなこう。 まあ資産プランナーとかファイナンシャルプランナーの方を取材しても聞くんですけれどもやっぱりその、まあ、お金が貯まる家庭というのはあの家族のチェックがきちんと働いているとだから無駄遣いしにくい状況にあるから、まあ、結果的にある程度の資産を築けるというのはまあ言えるると思いますねなるほどそしてこれをシェアするにはちゃんとした合理的な理由があってやっぱ第三者の目が入ると無駄遣いが減る。 そしてやっぱ相続がスムーズになるということなんですね。はい、っいことはやっぱ第三者の目が入らないあの結構今、の共働き夫婦とか割りとまあそこそこ稼いでてパワーカップルとか言われますけれどもそういう人たちは結構意外とその夫婦で別々だったりとかあるじゃないですか、はい、そうすると結構ずさんになったりとかもあるんですかそうですねそれは、ね、やはりあのよくあるようでしてやはりその共働きだから、まあ、ローンもやっぱり高めに組んでいるご家庭が多いですし、まあ無駄遣いも多くなってしまうので思ったほど収入に と比べてみると思ったほどお金が残ってないということがあるそうですうそしてもう1つこの本にも書いてあるんですけれども富裕層が重視しているのがやはり投資とといううことなんです、ね、そうですすねねそ相続税の申告書というのは、まあ、亡くなった時点でどれぐらいの財産を持っていたかと内訳まで全部出してもらう形になっているんですけれども。 預金だけで資産を築いてる人って本当に見たことがなくてやはりそのお金をどこかの段階で不動産に変えたり株式に変えたりあ,あるいはかあの自分で会社を起業してその株を持ったりっていうふうに何かしらの資産を持ってるっていうケースが大半でしたね。 実際に預金しておくというのがまあ多くの方にとってまあやっぱり日本人にとっては一般的なねその資産をまあ預けるというか保つ方法だと思うんですけど預金の金利ちょっと見てみましょうこちらはち参考までに郵便貯金の金利、これはほぼね銀行預金と同じような動きをするわけなんですけれどもやっりこれを見ると明らかということですかまかつては 正直それほどその投資に目を向けなくても稼げた時代もあったとは思うんですけれども富裕層の方って特に郵便局の定額預金を皆さん持たれているイメージがありましてまあそれはそれだけ有利だったと思うんですけど、まあ、今はそうじゃないのでやっぱりまあ別の資産形成の方法を考えないといけないんじゃないかなと、はい、実際1990年代ですとこれ小林さんの資産、まあ、本にもありますけれども大体90年代1000万円を預けていれば 10年後には1700万ぐらい税引き後になった、はい、ということなんです1.7倍ぐらいに増えて700万10年待てば増えたという時代しかし今は0.002%だと1000万円預けても10年後には利息は1500円ぐらいしかつかないまあそうですね1000万10001500円しかつかないという。えー だからやっぱり富裕層も,もうやっぱりもう預金しといても意味はないということも一応気づかれているととうことなんですね,そ,うですねそして富裕層なんですがやはりまあ我々普通の人間から一般的な普通の人間という言い方はちょっと不適切ですが一般的なこう見方からするとまあ自分が働く給料あるいはまあ経営者の方とか小さな中小企業、零細企業をやっている方はその事業収入があるんですけれどもやっぱりそうじゃなくてこの投資によるフロー収入とということにシフトされているということなんですか。 そうですねそこは明確に、まあ、一番多いのは賃貸不動産を持たれているケースが多かったですね老後もある程度、まあ、生活していけるぐらいのお金は家賃収入で得ているような状況があってだからまあ年金もらえばそれがそのままも資産としてたまっていくみたいな状況が見られましたねなるほどやはりどううなんでしょ富裕層というの方というのは割とそのまと労働収入に頼るリスクも知ってるってことこですかあやはりそうですね。 まあ職業として多かったのは自営業者の方が多かったんですね。はい、なのでやはりまあ自分の体を崩すとまあ収入が途絶えるっていう危機感はまあおそらくあったと思うんですけど、うん、だからこそそういう資産から収益を生もうっていう意識は。 まあ、生まれたのかなというふうに想像します。こと、やっぱ働けなくなる人間いずれ働けな,くなるっていうくなるっていうリスクを知っているので、やっぱり労働だけに頼るのはリスクであるというふうにある意味知っているのかもしれないということで。やはり富裕層は投資でお金を増やす、お金に働いてもらうという考え方をされていると。まあ、このにも書いています。しかもですね。そのさっきここにこう税負担を抑えているとありますけれども、これ。実際に投資の方が税負担上も有利なんですか。 そうですね、はあ、まあこれはあの税率の構造に由来する話でして例えばそのお給料の収入とか、まあ、事業ビジネスをして稼いだ収入というのは、まあ、総合課税ということで所得税の税率が最高で45%までなるんですね、うん、まあ住民税合わせると55%まで増えるんですけど、まあ、投資をして得た所得利益というのは、まあ、一律で税率が所得税、住民税合わせに20%ですから。はいまあ だいぶ変わってくるんですよね。上がっていく税率と変わらない税率。そ,うですね、その差の部分で、この変わらない税率の利点を受けると。はい。それが、えー、よく言われます。一億円の壁という話、こちらですね。これ。はい、ちょっと今更聞けないんですけど、これどういうことなんですか。これ。そうですね。これは、まあ、国の統計を取ってみて、あの、まあ、国民の方の所得。と、その実際に負担している。あの、税金の。負担割合を比べてみたところ。うん まあ基本的には1億円ぐらいまだ右肩上がりなんですねやはりその累進税率ということでだんだん税率が上がっていきますからこれは自然なんですけどまあ1億円のところを境に税,率あの税の負担率は下がっていくとこれはだからあの縦軸がどんどんこれ収入が増えるにつれてあの要するに税負担が上がっていきますよということを示していて横軸はどんどん所得が右に行けば行くほど所得が大きくなる上に行けば上に行くほど税負担が大きくなる税金をたくさん払っていると。 しかし、この1億円を超えた辺たりから山がこう急に下り坂になって、はい、むしろ稼いでいればいる人ほど1億円を超えて5億円とか10億円ほど稼いでいる人の方が税負担が少なくなるような稼げば稼ぐほど税負担が少なくなるような構造になっていると、ええ、いうこと。そうですね まあここの背景にあるのはあの、まあ、その所得の内訳の問題でこれまあ右軸に行けば行くほど所得が増えていくわけですがその所得に占める株式の売却益の割合がどんどん増えてるんですね。だから自分の 1>, あの1年間の所得の中でまあ株の所得を増やせば増やすほどあのだ,だんだんこう税率は下がっていく所得税はどん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 累進的に増えていくけれども、はい、株式投資でどんだけ儲かっても20%で一定だから、えー、まあむしろもう、まあ、自分の取り分儲かった利益はどんどん大きくなるわけですよねだから儲かれば儲かるほど税負担はある意味儲かった金額に関しては減っていくと、はい、なるほどですね例えばだから1億円儲かっても2000万円の課税 2>, で2億円儲かっても20%だから4000万円の課税と、うん、どんどん取り分は大きくなっていくと、はい、これ1億円のところでこうたちょうど1億円のところでボー山を越えているのは制度的に1億円だとこうなんだみたいな税制になっているということはもうまたまたまなんで結果的にこうなっているという話で偶然 1億円から急にその税率下げるみたいなルールが、ね、<laughs> これだから合計所得ですもんね、これ、右にいったのは、はい、その資産収入だったり、給与所得、事業収入、全部の合計所得が右横軸になっているということですね、はいはい、これが1億円の壁ということで、1億円を超えれば総収入が1億円を超えれば税負担が小さくなっていくよと、うん、なので株式投資なんか多くやっている資産家の方が、富裕層の方が税制上有利に。 取り分が大きくなっているというのがこれ現実としてあるというお話、はい、なのでまあこれも観点からもやっぱり投資というものを積極的にやっている古輸送の方はかなりいらっしゃるというようなお話でした。ええ、はい、そういうことで改めてなんですけれども税制についてもちょっと振り返っていきたいと思います先ほどの相続税ですね、はい、7人に1人が払っているという相続税の税率が改めてこちらなんですけれども。はい これ、やはり相続税は、さすがにこ累進的に上がっていく。なので、やっぱり、これは相続する金額、まあ、受け取る金額ですね。相続人の方が息子さんだったりとか、受け取る金額が多くなれば多くなるほど。やっぱり税率は増えていく、ということなんですね。はい、あこれでも六億円だと、あこれ最高税率が五十五パーセントってことですか？そうですね、最低税率が十パーセントということになっています。 でですので先ほど小林さんがおっしゃったようにこの税率をいかにこのていうか低くするためにはえ自分の財産を相続前に減らしておくあるいは親の財産をなるべく減らしておく相続の前にもらっておく贈与してもらうということが大事になってくるただ、贈与するときもやっぱちゃんとそしたら税金かかりますそれがこの税率ということでこれもあれですか税率は相続税とほぼ似ているパーセントは一緒なんですか パーセントの構成は同じなんですけどその基準になる課税価格が、まあ、相続税と増税では全然考え方が違うので、はい、まあそこで有利不利が変わわってくるわけですねですこの相続税と贈与税の,この税率、この有利不利を考えながら富裕層はまあ税金にどう対応するか対策するかをやっている、はい、ということなんですね。はい はいこれねちょっと覚えておきますとさまざまな控除があるのでちょっとまあ一概にこの金額を単純に払うというわけではないとは思うんですけれどもはいでちなみにえっとこの例えば控除額というのはこれまあ分かりやすく言っておきますとまあ3まあ例えば400万円20%だと市にが80万円ぐらいまず相続税の税率がかかってくるんだけどそこから25万円は引いていいとなのでえっとで55万円ぐらいになるわけですから400万円の贈与の場合は。 そうですね,ですねまあただそのね年間110万円という非課税は110万引いたと400万だとしたらそうなるということですねはい。その後その年間110万のですねそのまた話もしていきますこれがですね結構複雑なんですけどね今回なるべくねシンプルにお伝えしていきたいと思ってるんですがまずえっと小林さんにですね相続税対策のまず基本の期からちょっと教えてもらいますまずそもそも基本の期はどういうことなんでしょう 課税対象になるまあ相続財産をいかに効果的に減らすかという話です、ねはい、そもそも相続税がかかってくる元本というかその金額をまず減らしておくということなんですね。はい、でそのために贈与しておく子どもなどにまずもう渡しておくということなんですね。はい、そしてここはまあ基本的なところなんですがまず絶対に知っておかなければならない点こちら、歴年贈与という制度があります。こここれれはは小林さんんどういうういとなんでしょうかこれはあの、うん まあ1年あたり110万円までは非課税になりますよと、まあ、無税で贈与を受けることができて、まあ、110万円を超えた部分に対して先ほどの税率で税金をお支払いいただくという形の計算ですねなるほどですので年間110万円だったら自分の子どもに渡しても一切税金はかからないということなんですね。はい、110 110万万円円いいのはででもんすか えー、厳密に言うと110万999円までは計算しても税金が出ないです,、ね、なるほどですのであの本当にもう1円でも無駄にしたくない方は110万999円まで贈与できると <laughs>、えー、110万1000円になった瞬間に本当に僅かですけどわとりあえず110万円までは基本的に無税で贈与できるということなんですがそれがですね贈与をしているときに その親が例えば親から贈与を受けているとしても110万円ずつもらっているとします、はい、しかし親が亡くなってしまったときがこうなるということなんですが、はい、これは、えー、相続発生これつまり親が亡くなった死亡したときですね、一番右がそのときがこれどういうことなんですか3年前の分まで そうですねこれは相続発生というのは通常、亡くなった日なんですけれども、はい、そこから3年前までに贈与されたものというのは贈与税としては非課税になったとしても相続税の対象として取り込みますよというなるほど持ち戻しというんですけれどもそういうルールがありますねなるほどだから親からどんどん贈与を受けていても亡くなったらその3年前まで遡ってあって基本的には相続税がかかってしまうと贈与税ではないけど相続税がかかるということになってしまう。そうですね これはですね、まだ今年の状況ですね。今年、まあ、例えばあの親が亡くなったりして相続を受けるときなんかこうなるんですが、これが来年から大きく変わるということなんですね。はい、はい。来年からはこうなります。はい、これさっき3年だったのが7年前まで、これどういうことなんでしょうか。 そうですねこれはまあ純粋に亡くなる前の過去7年間の分はその相続税の対象として取り込みますよと生前贈与されたものであってもで具体的にはその来年から贈与を受けた分ですねなのでもし来年その例えば100万円贈与を受けたとしたらそれはその一旦その贈与税としては非課税なんだけれどもそこからあの7年以内にその親御さん亡くなったとしたらあの相続税の対象として取り込まれてしまうという。 ね、なるほどじゃあ例えば今から贈与で110万円ずつ受けていても、はい、7年後にかあるいは8年後か8年後に親が死んだらもう結局、まあ、無駄というかそうう対策にならないということなんですね来年からは。はい、なるほどこれは今まで3年だったので、まあ、親にはまあ例えばその3年以上例えば4年5年ぐらい生きてもらえば、まあ、直近のこの2年ぐらいは。 全然対策になって無税で110万もらえたんだけれども、ええ、ここからもう7年かかるってことはこれ、結構もう何ですかね私もそろそろもう年だから体調も悪いし相続,考え相続税対策で贈与しようかっつってもそれはもう8年以上生きなきゃいけないということになる、ね、なってしまうそれが来年から、はい、これは結構大きな変更ですね。そそうですねやはりその生前 そうよこの年間110万円の非課税枠を使った相続税対策って結構広く使われてきたんですけれどもこれがかなり使い勝手が悪くなってしまうではこの使い勝手が悪くなるほど大きく変わってしまうこの税制に対してどう対応できるのか。